この時間はマンチェスターユナイテッド対リバプール。こちらをご覧いただきます。チームの勝利を願ってやまないサポーターの声援がスタジアムを包み込んでいます。素晴らしい雰囲気の中始まる今日のゲームです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本シュート、いやー来た先制、マンチェスターユナイテッド前半まだ始まったところ早速来ましたね。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、これスルーパスも良かったですし、東からのシュートも絶妙でしたよね。互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。さあマンチェスターユナイテッド貴重な先制点を奪いました。普段とは違う緊張感の中でよく決めましたよね。そうですよね。エンダーソン、ファビーニョへサイドを縦に走らせます。ディオゴダロト、このボールをカットします。アントニー、組み立てながら攻め上がっていく。さあここでカウンター、ファビーニョ、エリオット、早いですねプレスが。アンドリュー・ロバートソン、ここでのパスは危ない。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏を狙う、ちょっと伸びてしまいました。パスを出したんですが追いつけませんでした。ブルーノ・フェルナンデスからマルシャル、このパスを受ける、シュート、さあこぼれた。いやー北澤さん、これはいいセーブでしたね。いやこういうセーブはチームにいい影響を与えますよね。リバプール、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。狙った、惜しいシュートです。セガドの高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。さあカウンターを仕掛けます。アントニーからブルーノ・フェルナンデス、シュート、いや相手ボールを奪ってフィニッシュまで持ち込むというシーンでした。前線からのプレッシャーが効いてましたよね。決定的なチャンスだっただけにここは決めておきたかったと思いますけどもね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。おっと、シュート、いやいい反応でしたね北澤さん。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。決定機を阻止しました。マンチェスターユナイテッドは2本目のコーナーキック。さあこのセカンドボール、ブルーノ・フェルナンデスが受ける。マルシャル、アリソン、これはよく止めました。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。大きなピンチでしたがチームを救いました。マンチェスターユナイテッドは今日3本目のコーナーです。リバプールはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。絶好の位置で受ける、アレクサンダー・アーノルド、うまくボールに行きました。ポスト左をかすめていきました。
思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。あっと、コース入った、シュート、いや、追加点、マンチェスターユナイテッド、これで差は10ゴールになりました。いや、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。そうですね、相手の不注意もあったんですけどもね、それを狙ってきっちり決めてくる、シンプルですけども素晴らしい攻撃ですよね。ナンバー9アーチリモシア、さあマンチェスターユナイテッド得点を重ね2対0という展開。マンチェスターユナイテッドとしては大きな1点になりましたよね。マルシャル勝負だ、追加点、マンチェスターユナイテッド連続ゴール、一気に畳みかけます。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。ボールを奪った瞬間トランジションの部分が良かったですね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますね。ナンバー9マルシャル今日2点目です。さあマンチェスターユナイテッド3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。スペースを狙った、オフサイドです。さあ前半40分です。マルシャル、さあアントニー、マルシャルチャンスになる、アリソン、これはキーパーがいい反応でした。まあ、キーパーとの一対一というのは分かっていても焦っちゃうものなんですよね。見事なプレーでチームを救いました。マンチェスターユナイテッドはコーナーキック4本目、リバプールはまだコーナーはありません。シュート枠いっています。いや思い切って打ってきましたよね、いい姿勢ですよね。ヘンダーソンスペースを使う、いいオーバーラップですよ。アレクサンダーアーノルドへのボール、自分で行く、バラン、これはいい守備です。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半だけで3ゴール、前半を終えています。しっかり守りながらうまく攻撃してましたよね。この3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。マンチェスターユナイテッド対リバプール、マンチェスターユナイテッドが3対0とリードして折り返します。
さあ後半スタートです。裏を狙っていきます。飛び出したシュート、きた、追加点、マンチェスターユナイテッド、さらに突き放します。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できましたね。ナンバー8ブルーフェナンデス、さあマンチェスターユナイテッド現在圧倒的な強さを見せています。スペースを狙う、さあマルシャル、奪い返します。アンドリュー・ロバートソン、奪われると危険な位置、ブルーのフェルナンデスからラッシュフォード、こぼれます、シュート、いやー、追加点、マンチェスターユナイテッド大量リード。ブルーノ・フェルナンデス枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。でもバーの下に当たってましたからね、今のは取れないですよね。ナンバー8ブルーノ・フェルナンデス今日2点目のゴールです。さあマンチェスターユナイテッドこのゲームの主導権を完全に抑えています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手がシュートしたマンチェスターユナイテッド、今日は止まりません。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、コンビネーション最高でしたね。オフサイドかなとも思ったんですけどね、やっぱりこうやって積極的に仕掛けることで完璧になりますよね。アンタニー、いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。スルーパスを狙う、ボールが迫る、マルシャル、エリオット、ここは奪います。ショウ、パスでつないで攻め込んでいきます。スペースにいいボール出たんですけどね。裏へのスルーパス、これは奪い返します。さあチャンス、ラスフォード、ラッシュフォード、ここでファールがありました。注意に終わりました。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。マンチェスターユナイテッドとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。
ちょっと危ないぞこのパスは。バラン、ラッシュフォードから左へ、ルークショーへ、スペースへ、さあ繋がるか。このパスはキーパーへ。ラッシュフォードがパスを出しましたが合いませんでした。Substitutions taking place. リバプールはここで選手を変えます。彼は決定機を作れますからね、攻撃の起点になってくれるでしょうね。これは届くか。マンチェスターユナイテッド、もう無理にはいきません。ここからカウンター早いでしょ。おっとこぼれ球、シュート、マンチェスターユナイテッドを追加点。容赦ない一発。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターというのが選手に浸透しますよね。ラッシュフォード、今日2点目です。サブスティチューション、さあ再び選手の交代です。リバプール、決定的なラストパスを出せる選手なんですよね。ゴール前にどんどん出てくると思いますけどね。コディガクポ、ここで前を向けるか。投手の切り替えも早いですよ。ショウ、ここは下げます。カゼミロ、ブルーノ・フェルナンデスへ、ブルーノ・フェルナンデス、ジョーンズ、カゼミーロへ、笛です。7対0、マンチェスターユナイテッド、敵を全く寄せつけない強さで勝利しました。負けられないライバル同士の戦いが終わりました。さあ試合が終わりました。マンチェスターユナイテッドとしてはやっぱりこの対戦には相当気持ちが入っていたと思いますからね、嬉しい勝利だと思いますよ。はい、そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma